はい、静岡県伊東市ぎっくり腰百十九番の健康スポーツセン院院長の平原です。えっ、ー、とですね、えー、腰痛、えー、ぎっくり腰、えー、などね、痛みが、えー、出てきたらば、えー、まずはね、えー、生活改善も考えてみてください、えー。いろんな生活改善、姿勢をね、正すとか、えー、または運動するとかありますけれども、えー、っと今回はね、しっかりと、えー、カルシウムをたっぷりと。 えー、食事をとるということを、えー、気をつけてみてくださいまずはね、えー、骨を強くする食品としてビタミン D ですね、えー、干し椎茸や、えー、青魚ですねまたはビタミン K、えー、納豆やブロッコリーほうれん草 その他にに完全にカルシウムですねカルシウムなのは、まあ、魚類、丸干しいわし乳製品もそうですよねヨーグルトもそうですしお豆腐大豆とかにも含まれてますまた海藻類また煮干し小松菜とかにも、ね、含まれてますからそのような食品をですねなるべく生活の中で多く摂るようにしてみてください。